こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではどうやってこんな写真が撮れるかを話します。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。OK、 今日の動画ではどうやって長時間ロッコーで実際にストロボを使って、そして自分でストロボを好きなところに何回か発光しながらあのポートレートが撮れるかという動画です。そして、まあ、ある意味ストロボを使ってライトペインティングをします。そして、まあ、どうやってどういう設定、そしてどういうフィルターを使うかを話します。ぜひ最後まで見てください。 OK、まあ、なんでこの場所に来てるかというと、まあ、実際に別のところで撮ってて、で、まあ、このところに来たんですけど、まあ、だいたい夕日ぐらいに来る予定だったんですけど、まあ、だんだんちょっと遅くなって、でも結局ちょっと暗くなった。で、まあ、別の動画でその話をしてるんですけど、だいたい、まあ、結局暗くなったらある意味撮れなくなるって思ってしまう人が多分結構いると思うんですけど、いや、それは違います。だいたい暗くなったらさらに実際にある光がなくなるんだけど、そういうことは結局自分の光を使って完全にこの場所を自分の撮りたい風に撮りたいイメージに自分の光で作れるので、結局まあ暗くなったっていうことはもう写真は撮れないとかじゃなくて、さらに自分のイマジネーション、自分の発想、自分の感性を使ってさらにもっとレベルの高い作品を作れるチャンスだと思った方が絶対もっといい写真になると思います。で、今日の本題に入りましょう。このポートレートの聖地と思われる淀川河川敷で菜の花でちょっと星空的な感じでポートレートの撮影。今日使ってるカメラとレンズは 1DX で撮って、そしてレンズは超広角の 12mm です。で、ロケはすごく綺麗な菜の花のところで、まあ、ポートレートの聖地と思われる淀川河川敷で撮影してます。で、ここに菜の花があって、そして菜の花プラスちょっと星空ポートレート真夜中で撮影してます。で、まず長時間ロッコーでだいたい10秒ぐらいで撮影してました。そして撮影してた風景動画はこんな感じです。で、まあ、動画で見ている通りに、まあ、私が実際にストロボを自分で持って、最初はカメラのシャッターを押して、そしてシャッターを押したら10秒の中で自分でまずは一等のストロボは普通にオレンジフィルターだけつけて、そして近くの菜の花のところに当てたりしながらやってます。でも被写体には直当ての光じゃなくて、ちゃんとした綺麗な柔らかい光が欲しいので、もう一等のストロボにソフトボックスをつけて、そしてまあ数えてる1、2、3、4、5、6、7、だいたい一番最初はまあ近くの菜の花だけ、まあ、ちょっと遠く離れてる菜の花を1等目のストロボに光らして、そして最後にもう一等のストロボソフトボックスをつけて被写体の方にパッ光らしてます。まあ、そういうふうに完全にマニュアル、自分で一人で走りながらやってます。で、設定はオレンジフィルターつけてます。両方のストロボにオレンジフィルターをつけてます。っていうことはホワイトバランスは3000ぐらい、3000ケルビンぐらいで撮ってます。で、感度は800ぐらいで、シャッタースピードは10秒です。そしてレンズ、今日使ってたレンズは 12mm のシグマ、 12mm から 24mm までのシグマのレンズで、まあ、大体 4.5 の絞りで撮ってます。で、まあ、なんで被写体一番最後に光らしてるかというと、まあ、どうしてもその10秒の間に若干の動いてしまう可能性がまあ結構あるので、でもできれば一番最後にストロボを光らして被写体を止めたい。なんでかというと、もし被写体を一番先にストロボで光らしたことだったら、まあ、ちゃんと最初は止めて、でもその後残りの何秒、5秒、10秒ぐらいの間にまだ自然光が入り続けるので、その自然光で結局あの被写体のちょっとブレるような状態につながるので、なるべくストロボを被写体に一番最後に使いたいです。で、まあ近くの菜の花のストロボをまあ一番最初でも何回か光らしながら撮ったりします。で、もう一回まあ実際に撮影している時の風景動画を見てみると、まあこんな感じで
最後1、2、こんな感じでした。 OK、 今日も最後まで見てくれてありがとうございます。もし何か長時間の録音とかそういう夜の時にライトペインティングをしている時の質問とかがあれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらなるべく全部答えるようにします。そして何かコメントとかがあれば、そしてこの動画は少しでもいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。 OK。